わさび菜はからし菜特有のピリッとした辛みがあります。フリル状の葉っぱも柔らかくて生のまま食べることができます。サラダにすると辛みがアクセントになったり、ボリューム感もアップしますよ。露地栽培のわさび菜は11月から3月頃が旬なんですが、含まれる辛み成分は寒さに当たるほど増えて辛くなります。特に寒い時期でピリ辛感が強い場合は、しゃぶしゃぶやおひたしにしても美味しいです。わさびのような風味もするので、さっと湯がいて醤油をかけると、ほんのりわさび醤油をかけているような雰囲気になります。